皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。先日ご紹介したパールのリズムトラベラーなんですけども、結局ラックにしました。前回の動画でちらっとこの付け根部分ですね、ここが弱いっていうことで非常に不安だったんですけど、案の定前回のレコーディングの時にちょっとミシってこの部分が言ったんですよね。それでもうこれは危ないということで、もうラックに変更です。コンパクトが売りなリズムトラベラーなんですけど、そうは言っても壊れたらもう元も子もありませんので、このラックは私の赤いセットのラックをお下がり したものです。赤いセットの方は新しいラックを買ったので、向こうはもう新品ですね。こっちはお下がり。そしてこのバーもずいぶん前から私持ってたんですけど、この四角いバーだけあったんです。でこっちの足がなくて、サウンドハウスでも売ってなかったんですよね。ヤフオクとかいろいろ見たんですけど、やっぱりなくて、このパイプが38ミリです。38パイなので、ホームセンターに行ったらちょうど売ってたんです。で下にゴム栓をつけて、ここにマウントしたらぴったりだったんですね。なのでもうこれはこのまま行きます。足がなくても全然ぐらつきないですね。まあ要はここでくの字になってるんで、内側にね、荷重が、まあ、外側に倒れるってことも絶対ないので、でこっちのバーはもうライドシンバルしかつけないか、もしくは将来的にもう一枚この辺にシンバルがつくかどうかっていうレベルなので、もうこのまま行きたいと思います。結構結果として音がめちゃ良くなりました。かなりいいです。振動がなくなったので、まあ、振動っていうか余計な、なんていうんですか、ブレがなくなったというか、もう演奏にも集中できますし、音も全然いいですね。シンバルの音もタムタムの音も全然良くなりました。あとは変わりはないですね。特に、そしてハイハットは16インチのケージルのスイートハット、これをまあ最近よく使ってるんですけど、このシンバル非常に音がいいです。そして本当は今日レコーディングでやろうと思ったんですけど、中止になりました。なぜかというと、バスドラムからこれ本当にもう今ちょっと組み立てたばっかりなんですけど、ノイズがちょっといいですか。ですよね、金属製のなんかジャッジャッっていうノイズが出て、この辺から出てるんですけど、結局もうバラしたんです。全部もうフープ、ヘッド外して、このラグも外して、これも外して、もう足も全部チェックして、もう一回組み上げて踏んだら、やっぱりノイズが出てくるんですね。ちょっともうこれスタジオ入って1時間半もこの作業をしてて、せっかくセットを組んだんですけど、もう時間もないんで、今日はもうこのまま帰りたいと思います。このジャッジャッっていうノイズが出るんですよ。多分ラグの中のスプリングかなんか、全部チェックしたんですけどね。で、まあしばらくこのレイアウトで行こうかなと思います。やっぱりラックはいいです。私は基本的に昔からラックを使ってたんですけど、バスドラがでもどうなるかですね。このバスドラが治ってくれればこのまま行くんですけど、原因不明のノイズが出てるんで、場合によってはバスドラチェンジするかもしれません。フロアタムを私が無理やり穴を開けてバスドラに変更したので、呪われてるんだと思います。これ本当にどうなってんですかね。ということで、以上、新しいラックシステムのご紹介でした。